こんにちは。こんにちは。昨日ぶり、昨日ぶり。来てくれてありがとう、昨日。見てたよ。遊びに来たよ、ありがとう。こんにちは、初見です。ありがとうございます。こんにちは。今日も美しさがイケてるな。ありがとう、嬉しい。今日はお団子です。軽くてのかいね。そう、ありがとう、お団子です。ちょっとピューピュー出てきてるけど、毛がやばいやばい。囲み会見ありがとう。天ちゃん可愛かった。こちらこそありがとうございます、嬉しい。こんにちは、こんにちは。嬉しすぎる。いや、空もねえ、あんな分かりやすい位置におられたら分かるよ。お団子かわいい、ありがとう、嬉しい。チラチラ。お、今日もかわいいぞ。ありがとう。今日はあのちゃんとここ何立てるやつにあれやから両手空いてます。ペンちゃんこんにちは、こんにちは。お団子いいやん。いい、良いか。お団子しようじゃ、もっと。お見送りで俺とくスケブ出したん、どうやった。めっちゃ嬉しかったんけど、めっちゃ嬉しかった、可愛かったし、ゆうみさんとの通称、通称かな、通称、うん、みたいな、可愛かった、あれ嬉しい。ちょっと待って、なんか桜かな、これどうやって見たらいいんだろう。あ、ハットのおっさん、桜ありがとう。綺麗よね桜。今日ね、歩いてたら、桜がめちゃくちゃ咲いてて、満開に、めっちゃ綺麗やなと思って写真撮りました。桜だけをパシャリ。公園緊張してるの可愛い。いやもうあれはね、緊張するよ、ずっと慣れへんから。あ、ハートがいっぱい、可愛い、なにこれ。あ、あやのちゃんハートいっぱいありがとう。ありがとう。ちょっと待ってよ、どこだよ。ちょっと待ってください。こんにちは、こんにちは、こんにちは、ワンワン、こんにちは、ワンワン。今日も可愛いな、イケてんな、ありがとうございます、嬉しい。こんにちは、こんにちは。今日は親指ひっくり返す、そう、今日はひっくり返せるよ。けどなんかやらんくなったら固まってくる、やっぱり。できますか皆さん。てんちゃんの MC でのガヤが好きです。嘘、嬉しい。なんていうんかな、喋るの苦手やから。そう、なんかもうけど、なんかほんまにキューキと喋ってる感じで、喋ってるかな。こんにちは、こんにちは。てんなちゃん、桜より花があるよ。いいこと言うやん。いいこと言うやん。こんにちは、こんにちは。てんなのキャッチフレーズ、インパクトあって好きやわ。使っていいよ。使って。こんにちは、こんにちは。早く公園に入りたい、早く会いたい、早く来て来て来て。待ってよ、これなんやなんや。あ、アミタちゃんや。これ何、クマ、ヒョウ柄のクマかな。ありがとう、可愛すぎるこれ。あ、桜餅もありがとう。あやのちゃんハートありがとう。皆さんありがとうございます。どこだどこだどこだ、みっけ、おはようございます。名前にてんちゃんず入れてみた。もうナイス。白クマが好きなんかな、
白熊好きなん？テンナはホワイトタイガーです。テンちゃんいろんな髪型してくれるのいいな。固定なくなったら三つ編みとかしてほしいな。三つ編み？オッケーオッケー、ちょっと覚えておくわ。そう、みんな皆さんのしてほしい髪型とかあったら言ってください。あの何、いろんなやつ、メイクもそうやけど、いろんなのをしたくて、そう、休み休みっていうかの日とかはいろんなやつをやります。ドキからは、あー待って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 、待って待って、どこや、あった。同期からはてんちゃん呼びが多いですか？そうやな、てんちゃん呼びかな。うん、呼び捨てかてんちゃん呼びか、あの変な、なんかいろいろです、いろいろ混じってるやつかそんな感じ。てんてんや、やっほー。昨日の公演のトーク、マナミンぶち切れたの面白かった。いや、ほんまに面白かった。マナミン天才やなと思ってびっくりしたマジで面白かった。キャッチフレーズの時、あ、またちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、ちょっとこれとキャッチフレーズの時、お客さんがおーって言うようになってきたね。そう、おーちょっと嬉しいよね、あのちょっとね、こうやってる時嬉しい、いけてんな、ありがとう。ちょっと待って、どこやどこや、こんにちはこんにちは。 SNS いつからやれそう、どうなんやろ、何も分かんなくて、そう、多分分かん、やるってなったら告知かなんかがあるんちゃうかなと思うので、それまでお待ちください。てんちゃんめっちゃ楽しそうでよき、めっちゃ楽しいよ、公演の時とか、そう、マジで楽しい、あの嬉しいしね、うちわとかペンライトサイリウム振ってくださってる方とか、あの名前呼んでくれた時の声が聞こえたりとか、全部そうやけど、昨日も劇場で見たけど美人だったよ、嬉しい、ありがとうございます。何々てんなっていうたびにてんなちゃんのことを思い出す、なんか関西弁やったらめっちゃ使うから、そういいよね便利関西人でよかったと思います。礼儀正しいわ、いや全然全然全然ちゃんと立ち上がって挨拶するの偉い、いやいや当たり前ですよ。てんなは旧期生で一番陽キャメンバー、いやどうやろみんな明るいから旧期、どうやろうね、みんなみんなよみんなみんな、こんにちはこんにちは。星アップ、星アップお団子、これなんやろ、星なんやろ、見てみたい、ないハーフアップかな、違うかな、なんやろかな。お疲れ様です、お疲れ様です。もう言ってくれたやつやるよ全部。こんにちはこんにちは。服装に合わせてやります。福岡県民の自分からしたら、てんなちゃんの関西弁かわいい、嬉しい。なんか関西弁きついってあの言われるから、よく嬉しいです。しかし整ったお顔ですね、いやシンプルにありがとうございます、褒めていただけた。最近先輩と絡んだ、やっぱりゆうみさんゆうみさんはあの前いつやったかな、この前、ほんまにこの前、そうあの会ってっていうか会って、あの9期生みんな言ったけど、あそうそう、ああそうや、あの時の配信の時や、あの時の配信の時、みんな言った時かな、の時にいっぱいお話ししました。こんにちはこんにちは。どこだ、
ゆうちゃんとツーショット撮ってくれたら全私が喜びます。え、あるんよ撮ってるやつ。いつ出そうかなってめっちゃ悩んでるところこんにちは、こんにちは。昨日お友達が天才って言ってた。え、マジ？じゃあまた来てください待って来てください。どこだどこだどこだ、あった。こんにちは、こんにちは。土曜日申し込んでるよ。え、本当に会えるかな。関西系、あーちょっと待って、山本美香なと思ってます。いや、それはちょっと恐れ多いです。恐れ多い。ハーフかな、ハーフアップのことかな、多分そうかな。なんやろな、それそれそれ、正解。あ、よかった、ハーフアップ、ハーフアップお団子。じゃあちょっとまたやってみますね。見て、え、やったら、あ、何かしらで見せるから見てねこんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。シンシンを好きになったきっかけは、え、もうあの一目惚れです。一目惚れ、ほんまになんかパンって目に入った時にあの打ち抜かれました可愛すぎて。前の全員配信楽しかったよ。天野も楽しかった。あれめっちゃ楽しかった。かわいい、ありがとうございます。この前の握手会の私服おしゃれでかっこよかったよ。嬉しい。ドラゴンのねやつですね。ユーミンとみんな一緒に食べに行ったんだっけ。いや、私はあの時あの行けてなくて、あのここに来た時にあの配信で合流したって感じです。フリフリな洋服を着てツインやポニーしてるてんなちゃんを見てみたい。わかったちょっと待っててくださいね。どんな、そのてんながあのいつも先に服を選んでメイクして髪型決めるんですけど、そのあった感じに合わせて乗せていきますね。こんにちは、昨日は楽しい公演ありがとうございました。いや、こちらこそ来ていただいてありがとうございました。またよかったら来てください。わいも前夜公演入りたいけどな。来てください、待ってますよ。ゆうちゃんにもてんちゃんの話しとくね。しといて、しといて。こんにちは、こんにちは。メールにいっぱい写真つけてくれていいよ。了解了解。いけてんな、いけてんな、ありがとうございます。話すところ見てさらに好きになった。嬉しい。そんなことある、嬉しいね。主権です、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。こんな時間に配信やってんな。そう、ちょっと今日はお昼から春休みなので。シンシンとユキノンが似てる。似て、そう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 、似てて、ゆきのんもめちゃくちゃ好きです。もうなんか食べたくなるなんか可愛すぎたら食べたくなるよね。てんちゃんって惚れっぽすぎん。なんか一目惚れ多いかな。こよりんとかもあのセレクション期間中にあの初めて見た時に一目惚れして、あのしばらく見てた、ずっと喋ったことないのに、でずっとじっと見てたほんならあの怖いって思われてたらしい後から仲良くなってからそれ聞いて、そうてんなもあの一目惚れで可愛いから見てたんよっていう話をしてそう、やっぱ可愛い子は見ちゃうでしょ仕事休憩中もんです。了解。こんにちは、こんにちは。囲み会見ぶりです、ありがとうございます。来てくださって、また世代交代前夜公演にも来てください。
ください。シンシンを一目惚れするってことはユキノも一目惚れするってこと、そうそういうことよ。皆さんも一目惚れしますよ。ガオポーズ可愛すぎてすぐに保存した。え、嬉しい嬉しい恥ずかしい。ちょっとてんちゃんずありがとう。 SNS 開始したらシンシンを見習ってテンナの彼女動画をよろしく。うわー、できるかしら。もうあれはシンシンさんがやるからこそのあれで、もう尊いですよね。ほんと今日のメイクギャルっぽくてめっちゃいいやん。公演もそのメイクで行こう。あのそうねこれはあの私服の時のテンナやから、そう公演の時は公演のテンナ、まあいろんなテンナを楽しんでください。あらこの間おでこ出しの時のフックおしゃれやった。ありがとう、嬉しい。あれはちょっとそうギャルみ、前髪なかったらギャルみ強くなるから、そうちょっとギャルっぽい感じにしました。シンシンたちの黒ギャルみたい。ヤマンバメイク、あれてんなめっちゃやってみたくて、あのずっとメイクをやりだしてからあの人生で一回はやってみたいメイクって思ってて、髪の毛から服まで爪もそうやけど全部オールでやってみたくて、あのシンシンさんとかがやってるの見てえめっちゃいいなと思って見てました。超可愛かったし、コエリンとテンナの手もでも かなりいいよな。もっと褒めてもらえるようにちょっと磨いていきます。ありがとうございます、嬉しい。昨日のアーカイブ配信2回くらい見返した。もう早っ余韻か。テンナも見たよ、あのアーカイブは自分で食べたくなる。オニヤ違う、あの可愛すぎてよ、捕食可愛い恋大きい女なんですね。そうそうよ、そうなんです。今日の髪型も可愛い、好き、ありがとう。てんのも好き。ワルキーするならピンクと黒衣装どっちがいいですか。てんなが一番やりたい曲はワルキーなんですけど、あの黒衣装のあの悪魔小悪魔みたいな方をマジで着たくて、もうあの衣装着たすぎてもうずっとなんかそう普段からあのワルキー聞いてて、で超可愛いからあのフリフリがいいなと思って着たいです。いつか可愛すぎるとじっと見ちゃうの分かるわ。やんなもうなんか無心で見ちゃって勝手に目で追っちゃうから、そうそうでなんかちょっとしたなんかをしてたらなんか勝手に口角が上がるみたいな。コエリンショールームしてる時から可愛かったからな。そうもうコエリンはあのずっと可愛いの、ずっと見られたら怖いやろ。いやそうやねんけど見ちゃってもうなんか可愛すぎて見ちゃうみたいな、わかるかな。自己紹介の時のイケてんなの足上げるところが可愛すぎて好きすぎます。えじゃ あの皆さんも足上げてください。あの時にこうやって一緒にあのちょっと隣の人には配慮しつつちょっと足上げてください。こんにちは。かわいい、ありがとうございます。今日カリスマダンサー風違う、これ今日あのロングニットワンピです。もしかして普段のテンナちゃんってめっちゃギャル。いや全然そんなことなくて、あのいろんな系統をするのが好きやから、そのこれっていうのはないんよね。そうてんなちゃんなら毎日彼女より毎日ツッコミが見てみたいよ。芸人ちゃうよてんな濃いめのリップめっちゃ似合ってる、嬉しい。そう濃いのが大好きなんです。
カラオケでは何の曲歌う感じ、締めの曲はブログに書いてたけど、あ、そう、友達と行った時は絶対あれを歌うんですよ、あのね、あれです。で、よく歌うのは何やろ、タッチとかかな。こんにちは、昨日は公演お疲れ様でした、ありがとうございます。てんなは三日にあんなみに美人、いや、それはちょっと恐れ多い、恐れ多いです。こんにちは、こんにちは。シンシンの毎日彼女も見てた、なんかあの何やろ、毎日彼女っていうよりかはあの上がってくるものを見てて、なんかもう見てたらか、なんか一人で見てるのになんかずっとニヤニヤしてて、その自分が気持ち、あのふっと携帯に映る自分が気持ち悪すぎて、もう毎回途中でやめます。恥ずかしくなっちゃって、もう彼女にしたいというよりかは一生見てたい、なんかずっと、だけど直視できひんかも、直視でき、あの写真一緒に撮らせていただいた時もあのすごい至近距離であの少し喋ったんですけど、喋らせてもらったんですけど、もうあの直視できなさすぎて、なんか目が自分の目がもうこんなんなってて、もうなんかあの時の、あの時はほんまに頭がパニックでした、ずっと。あのギャルメイク、てんちゃんめちゃくちゃ似合いそうやな。え、ちょ、ほんまにやりたくて、いつかできたらいいな。てんなのマンバメイクめっちゃ似合いそう。そう、マジでやりたい。池田ストロベリーも。いや、もう、てんなも名前つけてほしい。あれ、ちょっとやりたい。てんなちゃん、ギラネイル。似合いそう。え、そう、なんかめっちゃ伸ばしてあのギラギラにしてっていうのもやってみたい、爪。普通のギャルで勘弁して。普通のギャルもねいいけど、そう、なんかなんていうかな、ズバ抜けてるからマンバメイクって、そこまで一回やってみたいみたいな。そう、ハマりすぎてアイドルもアイドルです。確かに、ほんまに確かに、ギャルメイ、テムテムあり。ありあり、薄いメイクも似合いそうやね、可愛いから。どうかな、似合ってるかな。こんにちは、こんにちは。ワルテン、そう、やりたいの、やりたいんです、本当に。こんにちは、こんにちは、はじめまして、はじめまして。でもでもの2人は美しすぎてペンライト振るの忘れて見ほどれてます。嬉しい、何それ。ちょっとコアリーにも言っときます。天気、ちょっとみんなにやりたいよ、あの黒のやつが、黒とピンクの、あの色合いがまず好きで、黒とピンクっていう組み合わせが、そう、ほんで形とかも好きだし、着てみたい、マジで着てみたい。やばい、てんちゃんの歩き見たすぎる、めっちゃやってみたい、めっちゃやってみたい曲です。公演はまだ緊張する、もちろんマジで緊張します。ワルテン似合いそう、嬉しい。ちょ、ほんまにやりたくなってきた。そう、うん、やりたいよねこれ、ほんまにやりたいよ。ミカナが着てた俺気いいしょね。もうなんかミカナさんは何でも似合う、顔が強すぎて何でも絵になるって感じ、わかりますよね皆さん。これテンナのジッパー希望、あーいいです、いいですねとか、なんかテンナが言うのは違うかな。テンナが言うのは違うか。なんかやってみたいですよね。9期生初めてのコンサートも楽しみやね。リハ頑張ってな、ありがとうございます。
あまあまてんなで悪てん。え、そう、ちょっとねわかる。しかもさ、可愛い子目で追ってる時めっちゃ真顔で追って、そう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 、ほんまにそう、なんかめっちゃ真顔でこう真剣に見てるから、そうめっちゃ真顔で見ちゃう。死んだ。最善で足上げたすぎる。最善で足上げて見えるから、絶対見えるから。芸人を目指してるアイドルですか？あ、違う、違いますね。芸人ではないですね。てんちゃん5時8分よ。 ありがとう。ちょっと待って、急ぐ。ちょっとだけごめんなさい、またコメントが、またちょっとちゃんと読めるように、全部読めるようにいつかはなると思うので待っててください。ちょっとじゃあ男女読みしていきます。13位、間違えた、新一さん、ありがとうございます。12位、あやなちゃん、ありがとうございます。11位、ブッフーさん、ありがとうございます。10位、ゆうさん、ありがとうございます。9位、なんてさん、ありがとうございます。8位、直行犬さん、ありがとうございます。これって犬犬どっち。7位、しまこさん、ありがとうございます。8位、戻った。6位、まことさん、ありがとうございます。5位、しんちさん、ありがとうございます。4位、あーやさん、ありがとうございます。3位、ももりねさん、ありがとうございます。2位、あみたちゃん、ありがとうございます。1位、ハットのおっさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。こんな急にやったのに来てくださって、たくさんお話できてよかったです。可愛い姿と声聞けて嬉しかった。配信ありがとう。あ、もうこちらこそ、すいません、ありがとうございます。そんな言ってくださって。全部読めるようになる頃にはコメント早すぎてもっと追いつけなくなるよ。そうなんかな。そうかな。いやけど読みますよ。どっちでもいいよ。あ、どっちでもいいの。どっちでもいいか。OK。 皆さんありがとうございました、来てくださって。またやるので、その時またぜひ来てください。メール待ってるよ、待っててね。可愛かった、ありがとう。こちらこそありがとうございます。配信お疲れ、ありがとう。こんにちは、こんにちは。終わっちゃいますけど、早口言葉、そうね、ちょっと滑舌を練習します。大好きよ、ありがとう。私も大好きよ、ありがとうございました。じゃあ終わりたいと思います。来てくれてありがとうございました。